この妙な日本人がミャンマーで話題となっている。タンクトップマスター東周平、ラウェイ参戦を始めておよそ2年が過ぎようとしている。悔しい思いもした、劇的な勝利もあった。気づけばラウェイにかけている自分がいた。そんな東は今年8月ミャンマーのビッグマッチに出場。結果は引き分けだったものの、その激闘ぶりにミャンマーは熱狂の嵐。東は一躍スターとなった。これを面白く思わない現地の選手もいる。ブラッドゴリラ、テッドアウンウー、強烈なパンチが武器の成り上がり選手がストップザ東に来日。いきなり横入りしてきた妙な日本人を拳で止める。ミャンマー、そして日本のラウェイドリーム、栄光をつかむのは果たして。テッド・アウンウー VS 東周平。テッタンウー選手の顔の傷、結構すごい、すごいですよね。さすがに50回戦った男ですね。さあラウンド1です。マドレーヌさん、はい、やはり一種独特な雰囲気両者にありますね。すごいですね、テッド選手、引き分けが30回ってことは、はい、フルラウンド戦ったものがすごい多いってことですよね。そういうことになります。体がすごい強いんじゃないかなと思います。あ、なるほどね。頭でくる。さあ東だ。何かを必ずテーマに置いています。東、相手を見ながら前に行く。ナイスローですね、今のは。効くと思います、はい、このローもそう、はい、このフィジカルの強さは日向さんが必ず紹介するところなんですが、本当に強いですよね。本当に体が強いですよね、ただすごい残念なのはいつもあの切れて負けてしまうことが多いんで。そうなんです、頭からの出血には要注意です。自分で行くんですが、頭からの出血には要注意。東、さあ両者がエキサイトしました。いやローがもう早くも効いてきましたよ。はい、ローが効いてきた、ローが効いてきた。あーっと空振り、しかし左が入ったかな。浅い入り方かもしれません。どんどんロー蹴った方がいいですね。そのローを狙っていけるかどうか。東沢の右ロー、テッドアンウーは相手の目を見ながら足を出していきます。東ロー右ロー、そして東、相手をちょっと浴びせ倒せるような感じにはなりました。ダウンは取りません。さあ東、はい、ローも効いてますね。効いてますか、はい、かなり左足、今テッドアンウーは、おー、いやー投げに行った、これは効いた、豪快な投げ、豪快な投げ、これは効きますね。この投げは、この投げというのはあまりテッドアンウーは食ってないと思います。豪快な投げ。あー東はしかしリズム作ってますね。自分のやりたいように今戦いをデザインしています、はい、また投げる。これ日向さんいいんじゃないですか。いやー、これはちょっと勝てる匂いがしますね、初めてのミャンマー選手超えなりますか。東周平29歳、頭の出血だけには要注意。もう足が効かなくなってますね。あー、そうですか、はい、さあそれを分かっているか。東狙っていけるかな、ロー。いやー、今度は逆に手が出てきました、テッドワンウー。まあ、足が出ないことを悟られるか、悟られないように手足を出してきました。そのテッドアンウーです。東周平がちょっと押し込んで、この離れ際テッドアンウー、ここで頭突きをしてますね、はい、テッドアンウーは、はい、テッドアウンもそうなんですが、あのミャンマーの選手は相手の傷をつけて出血させるのうまいですよね。うまいですからね、いやー、いいパンチが入って、東ちょっと、いやー、1ラウンド
さあこれをどう評価したらいいのか、マドレーヌさんはどう見た？いやもう緊張してすいません、声出すの忘れちゃいましたねそうですか。あこれ日向さん、はい、どういう評価になりますかね。いや東選手は前回と違って成長したなと思ったのはちゃんとローを蹴りに行ったことですね。やっぱり いつもはこうフィジカルで押してパンチでとか、いけちゃいますからね、はい、でもやっぱりミャンマー選手勝つにはやっぱ効果的にローを蹴ったり腹を利かしたりっていうのがやっぱ一番手っ取り早いと思うんで、なるほど、やっぱ多分それをやっぱり自分の課題として多分やってきたんじゃないですかね。あ必ずやテーマを見つけながら、そしてその課題を必ずや自分で修正しながら次に臨むのが勉強家である東なんですが、その東、今まではフィジカル一本頼みだったところが今日は随分その意味では狙いがあるという、ね、まあ、日向さんの言葉がありました、はい、そうすると日向さん、第2ラウンドも今のような東の戦いぶりでよろしいですか。そうですね、もっと蹴っていいですね、もっと蹴っていい、はい、もっと蹴ったらパンチが当たるんで、うん、でまた組んできたら投げればいい、なるほど、っていうことをどんどんはめていけば、うん、もう多分鉄板ウーは心が折れる可能性が高いです。あ早々にも決着がつきそう、はい、あとはこのローを蹴ってる時にちょっとバランス崩す場面がすごい多いんで、そこにパンチを合わされないようにだけしっかり注意すれば、はい、結構盤石な試合運びになるんじゃないかなと。じゃあこの第1ラウンドはいい入り方なんですね、はい、すごくいい入り方でしたね。マドレーヌさん、はい、いよいよ第2第3なんですが、あのテッドアンウーの表情がね、怖いですね。こういう表情が一番怖いんですよね。やはり伊達じゃない50戦の歴史ベテランですね。ベテランがね、何を考えてるかね、流れを変えるべくね、何かやってくるんじゃないかと。ワセリン、ミャンマーあるあるのこのワセリンの半端じゃない量、これも何かね、裏がありそうなね、半端じゃない量ですよね、これはミャンマーラウェイあるあるなんです。さあどうする、左によ、はい、前蹴り、東です。ここは多分自信持ってるんでしょうね、本人が。この頭の擦り上げが怖いですね、これ。あ今度はロープ間に挟むように、ちょっと頭の擦り上げが鉄板がありますので、東はその頭の出血だけは要注意。ローキック、パンチ、今度は右のロー、パンチ、いいコンビネーションです。ほとんど呼吸をせずに、いやこれがやっぱ効かせられますね、はい、浴びせ倒します、体を乗せます。あの倒されるってすごく疲れるんですよ、はい、立ち上がるのにすごいエネルギー使うんで、これをやっぱり何回もやられると相手は結構辛いですね、はい、ちょっとここだけ気をつけたいですね、これをね、はい、この辺りがうまいところなんですよね。頭をこすり、そして機体をすり合わせるようにしてくる、まるで蛇が絡み合うように、はい、手と頭が交互に交互にこの画面に映ります。ちなみにこの首相撲のこの手がこう入る動きっていうのはすごい消耗するんですよ、はい、あそうですか、はい、あ疲れるんですよね、はい、もう今の左胴でもちょっと足がグラグラしてるんで、あ確かにね、はい、蹴ってほしいですね。さあ蹴ったらどうか、ここいけるか、東いけるか、どうだ、パンチはワンツー、右、ここは組相撲からのテッドアウンがあるんで、これは要注意。東一度離します。さあ東、ここは勝負ところとか見たかな。ラウンド2、まだ時間が十分にあるぞ、はい、いいですね、どんどん蹴った方がいいですね、はい、さあ東行った、頭、そして今度は逆、入れ替わってテッドアウン、ジャスト1分切りました。ラウンド2、1分切りました。左、ミドルキック炸裂、頭で行くぞという構えとパンチ、この辺りも東、本当にこの人はすぐにラウェイに馴染みました。適性、適応抜群です。まあ誰からも愛されるキャラクターで、日向さん、はい、ミャンマー人に対しても本当に自分もミャンマー人だと言ってるぐらい向こうに行くと人気があるそうですね。いや、 やっぱり人気出ますよね。出ますよね、人懐っこくてね、はい、ちょうどこの我々の放送席でリポーターもやってくれたことがありましたが、選手からは愛されていました東です。はい、いやもうちょっと足相当効いてますね。あこれはお何か東がちょっとトリッキーなやり方をして、それにカットだったがテッドアウーが来る。あでもちょっと東選手切れましたね。またちょっと出血がありますか、はい、これが一番怖いぞ。
まあ、東の場合にはこれも一つのバロメーターなんですが、出血が大きくてね、鼻のちょっと横のところちょっと切りましたね、最後の攻防で。今までは本当にアグレッシブゆえに傷を負って出血、もう一歩のところで勝ちを逃すというシーンが随分あったんです。まあ、その意味合いではその出血だけが怖いんですが、そうですね、まあ、これ考えてみたらマドレーヌさん、はい、出血ってのはこれ格闘技つきものなんですが、そうですね、マドレーヌさん自身は出血する方、私は結構出る方なんですけども、で出るとどうですか、気分がちょっと高揚するんですか、萎えるんですか。高揚します。逆に高揚するんですけど、やっぱ息がしづらくなったりとか消耗が激しくなるので、どうでしょうね。もうトケシ選手がすごい海外しく、セコンドついてますね。トケシにしてみると自分は日本ダウェイの顔だけど、多分この東に期待することが多いんでしょう。2人で盛り上げようなという気持ちがもう何か肌から伝わってきま す。試合前にもお二人とも、試合前なのに売店に出たりとか、スタッフ作業もされていて、もう盛り上げようという気持ちがすごく伝わってきます。これこの両選手にとって、つまり東と、まあ、トケシにとって、これ日向さん、改めてラウェイは人生なんですよね。やっぱこの2人にとって共通しているのは、やっぱラウェイをやることによって、まあ、飯が食えるようになった、はい、やっぱそれが共通していることなんだと思います、はい、だからラウェイに捧げたいっていう彼らの言葉にはすごい真実味というか、はい、気持ちが伝わりますよね。半端な覚悟じゃないですね、はい、今傷口ちょっと開いてましたね。そうですね。東は頭のすり合わせが怖い、テッドアンウーは首相撲に持ってきては額と頭を非常にこすり上げては傷を広げる、非常にうまいものがあります。もう徹底的にもう足を攻めていく方がいいですね、はい、東選手打ち合わない方が僕はいいと思います、はい、やっぱ傷が、いやパンチが入ってきた、東が行く、パンチが行く、そしてまたこれ組まれて、頭、あやっぱりこう傷を狙ってきますね、狙ってきてるようですね。さあ出血が気になってきます東です。いつもそうなんです、この人の場合には。さあ戦うぞ東、蹴りが出るか、それともパンチのコンビネーションか、蹴り、いやもうどんどん行った方がいいですね、はい、またここは捕まって頭を蹴り投げる、いい投げが入りました、1回転半、いい投げが入りました。東周平、東選手は本当投げがうまいですよね、はい、絶妙なローリング。さあ東もう一度パンチを食らい始めてきました。本当にこういう投げがうまいです。抜群、体を合わせてきました、体重を乗せてきました。しかしちょっと東の出血がね、止めてきますね、審判がちょっとこの出血がおびただしくなりました。傷口が深くなっているのは確かなんです。でそこを非常にうまく攻めてきているテッドアンウー、徹底しています。まあ、東にしてみれば戦う気持ちは十分あるんですが、この出血だけは気持ちで止まりません。元気ですね。元気なんですがね、このアグレッシブが逆に墓穴を掘る時もあるんですが、さあ今回はどうでしょう。そうですね、ちょっとリングドクターがまた微妙な顔してますね。再開ですね。さあ始まります。まだ残りが1分、肘きましたよ今の肘、はい、右でいい、ミドル、東余裕が出てきたぞ。傷口を狙ったらパンチが来る、テッドワング、東はそれに応戦、左右、東膝投げ、投げた、体を浴びせる。さあ東、さあ東、もう一回狙ってきた、嫌がった、テッドアング嫌がっている、嫌がっている。さあ東、ここはレフリーが足にかかります。東選手は熱くなりすぎないで、はい、足を蹴った方がいいんですけど、やっぱり今熱くなって打っちゃいたいですよね、はい、左、あいいミドル、東、テッドアングはもうスピードが衰えている、首投げ、すっぽ抜け、もう一回、さあ東、押して押して、東パンチ、パンチ、パンチ、押してパンチ、
あの逆にこういうシーンって珍しいですよ。やっぱ日本人選手がミャンマーの選手を圧倒して殴り合いっていうのが、はいはい、うん、逆に新鮮ですよね、はい、ただテッドアンウーは6割方は引き分けに持ってきた男です。50戦の粘り強いですねではありません、はい、さあ東ローキック押していく、東残りあと10秒切りました。ここで蹴ればいい、手は出ている、手は出ている、ここで蹴った方がいいんですけど、この最後さてラウンド2が終わりました。あ、ラウンド3が終わりまし ました、ね、いや興奮のうちにマドレーヌさん、いよいよ残すところあと4ラウンド5ラウンドですよ。お互いのバンテージの変色を見てください。はい、もう怖いですねってちょっと思っちゃいました。でもかっこいいです。でもやりたいんですよね。でもやりたいんですね。いや、まあ、私もマドレーヌさんと戦うの見たいな。ラメの床ってちょっと硬いって私思ったんですよ、うん、MMA とかに比べて。あ、なんで投げられた時の痛みのダメージも結構あると思うんですよね。なるほどね。そこら辺うまく使ってるのかなって印象です。やっぱプロレスとか MMA っていうのはやっぱ投げも寝技も前提であるんで、ね、マットがちょっと柔らかいんですよ、うん、跳ねるんですよね。跳ねますよね、はい、でも立ち技のリングっていうのはあのやっぱりそう柔らかく作ってはいないんで、床って感じなので。あ、なるほどね。しかしマドレーヌさん、立ち技専門とはまだ対戦してないでしょ、はい、まだです。やってみたいよね、あえて、ね、そうですね。でもこのロープ際の攻防ですとか、うん、そういった部分でなんか組の良さも出しながら戦っていけたら楽しいんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあ問題は日向さん、はい、東のこの出血ですよね。そうなんですよ、どっちかですね。テッタウンが耐えて逆に傷口を開いて、あの TKO 勝ちしちゃうのか、東選手が頑張って倒すのか、その2択になってきましたね、はい、ドクターのストップによる負けというのがあり得る、はい、東の場合はあり得るんですね、はい、さてミャンマーのレフリーが両者をちょっと今裁きながらゴングを待ちます。第4ラウンドに入りました。いやー、このハイキックからスタートです。テッドアンウー、それを今度はミドルで返しました。東両者まだタイムは取っていません。タイムが取れるのはこのラウンドまでですかね。そうです、第4ラウンドまでになります。さあ入れ替わりうまいぞ。東足が出るかな、パンチが出た、鍛え抜かれたその東。一方テッドアンウー押されてロープ際コーナーまで来ました。いや、ここでこう頭突きとかやっぱりやらしいですよね、そして嫌なところ、嫌なところをちょっと絞り上げては膝が入ります。テッドアンウー、分かり際パンチ、厄介な相手です。テッドアンウー、ブラッドゴリラ。テッド選手ちょっと印象変わりましたね、このラウンド。あは、どういうことですか。なんか、攻撃力が増してきたというか、あ、ダメージを受けて一つギアが上がってきた、はい、東がちょっと逆に疲れてきたかな。そうですね、あんまりこう付き合わない方がいいんですけどね。付き合わない方がいい、やっぱり打ち合うとより傷がちょっと心配になりますよね、さあ東の場合にはワンツーで顔面を狙いに行きました。まあ東の目の色は生きています。戦う意欲十分です。右のロー、左ミドルは相手の脇腹へ。今度は右のロー、東パンチ。東のローキックいいんですけど、当たるポイントが結構バラバラなんですよ。一箇所に集中してない、はい、お尻の方に行ったり、同じ場所を蹴れてないんですよ ね。だからやっぱりこう倒れ効くまでに、聞かせてるんですけど、こう時間かかっているというか、ピンポイントにそこを集中してない、はいはい、ちょっとばらけた格好でローキックが流れています。さあ東、しかしテッドアンウーはどうでしょう。少し余裕が出てきましたか。いや、ただやっぱ東さんのフィジカルが強い、本当にフィジカルが強い、
あー効いた、右のロー、左、ね、どんどん、さあ今度は東いくか、詰めた、右パンチはワンツーから右のロー、もう一回ストレート、さらに右ロー、あー効いた、もう一回ローが出るかな、東左ボディを入れて決定的な一発が出るか、パンチが来た、今度はテッドアウ、残りが時間が少ない、すでに7秒、投げちょうど投げろというタイミングを測ったように、ただ出血はおびただしい東周平です。やっぱり日向さん、はい、最後はあそこ投げ仕留めましたね。そうですね、このインターバル2分がでかいです。でかい、もしもこれが1分だったら、結構今もうテッドアウンは相当ダメージ食らったんで、あーはーはーはー、仕留めれる確率は上がるんですけど、やっぱこの2分っていうのはだいぶ回復しますからね。倍ですからね、はい、あ、さあ先ほどのシーンをちょっと改めて見てもらいます。まあ、東にしてみるとかなり手数も出ましたし、最後は両足ローミドルが炸裂しました。そうですね、いいラウンドでしたね。いいラウンドでしたね。ただ問題はおびただしく流れる出血です。でもなんかちょっと止まってきてるんで、はい、問題なさそうですね。そうですか、いい傾向にはある。したがってこれ第5ラウンドが楽しみになってきます。このテッタウンが引き分けに頑張って持ち込むぐらい根性出すんじゃないかなって今ちょっと思ってます。あと3分間頑張って耐えてみたいな、はい、この人の30引き分けってのは伊達じゃないですね。伊達じゃないですね。伊達じゃないですね。タフですね。タフですね、はい、いや本当に歴戦の強者、まさにその表情。一方の東はどうだ。かなり今後楽園ホールでは東を応援する声が上がっています。東コールとマドカコールで混ざってますね。混ざってますね。まあ本当にラウンドガールも人気なんですよね、このラウンドガール、盛り上がっています。盛り上がってますね。さあマドレーヌさん、はい、泣いても笑っても今日の最終ラウンドですよ。もう見てるだけで8キロぐらい痩せちゃいそうですね。減量したくないんだけどね、本当ね。本当に。さあどうする。すごい手を組みました。いよいよファイナルラウンドになりました。タイムを取ることはできません。さあっと足をさらわれました東周平。これはダウンではありません。前に行く前蹴りはテッドアンウー。もう一回東が行った。いや、した東が行った。ラッシュにかかるか東。さあ東が仕留めにかかるか。肘打ちも絡ませながら右のロー。もう一回今度はパンチを左右のロー。これはいい試合になってますね。もう一回コンビネーションワンツーを使いながら東相打ち。もう一回しかしテッドアウンも前に行きます。いや立て直しがすごい早いですね、いやお互いパンチが当たっちゃうんで、止められないんですよ。あ、やっぱ当たんないと止まっちゃうんですけど、当たっちゃうじゃないですか、手が止められないんですよね、お互い。なるほどね。そうすると ストロングであるところの足がなかなかうまくコンビネーション的には絡まっていかない。まあ、ただフィジカル的には圧倒的に東選手が押してますね、今の脇腹への右このローも効いてきたかな。嫌がってますよヘッドアウンは、いや投げた。そして反動を利用して前に行くというところですが、東右ロいやーこのテッドアウン本当打たれ強い。打たれ強いし顔が変わりませんからね。毎度毎度ワセリンを顔面いっぱいに塗りたくっているそのテッドアウン。いよいよ残り時間が少なくなってきます。1分切りました。さあ東、さあ東、お互いちょっと疲れたことは間違いない。いや疲れたことは間違いない、ただこの選手は引き分け狙いには行ってないですね。行ってない、倒しに行ってますね。あ
東、俺はお前を倒すためだけに来たんだぞ。テッドアンウーの声が届きそうです。わー、この状態もいいパンチが入った。そして東、さあここはチャンスだ。残り30秒になった。東頑張って手を出すしかないですよね。はい、東行く。さあ東、十分時間が少ないことを東は知っています。血が飛んできました。はい、はい、放送席リングサイドには血が飛んできました。東、さあここからチャンスだ。残り時間あと10秒。東、最後はゴング。ドローマスターのテッドワンウーはしてやったりの引き分け。いやでもタフですよ。タフですね。タフです。一方の東は出血をしながらも押し気味に進めていただけに仕留めることができなかった、その悔しさが残ります。またもミャンマー人選手から白星はお預け。いいですね、この試合後の友情がいいですね、いやマドレーヌさん、はい、改めてこの第5試合はどう映りました。いやもうテッド選手は、はい、打たれても打たれても気づくと立ち直っていて、うん、でも東選手はずっとずっともう攻めていて、うん、もう言葉が出ません。すいません。一方の東、そしてテッドアンウー、まあ、日向さん、はい、今日は押しなべて第一試合から言えることですが、非常にラベイらしい一撃必殺の鋭さもあれば、ね、巧みないわゆる試合展開に持ち込むスリングさ、テクニカルの部分もあれば本当に見応え十分で、まさにこの第5試合もそうでしたね、はい、やっぱ今日はミャンマー側からすると、2引き分け1敗じゃないですか、はい、やっぱもうどんどんミャンマーが勝てなくなってますね。いや本当ですね、本当ですね。ちょうど始まった頃はミャンマーラベイでミャンマー人選手に勝つなんてことはなかなかできないと思っていたんですが、3年で随分変わりました。特にこの東は成長しました。今日でラベイ7戦、1勝1敗5引き分けということになります。いや勝ちたかったですね、今日は。あ、東が泣いてるのはこれ悔し涙です。場内からの東の声に何か改めてごめんなさいとする東周平の姿。まあ日向さん、はい、東は無念ですね。そうですね、本当にもうちょっとで勝てる試合でしたからね、今度は自分に何が足りなかったのか、またこの人はこの人なりの次の対策を見せてくれるはずです。必ずテーマを見つけ学習をし、そして僕は成長するんです、なぜなら自分は心からラベイを愛しているから、出血は僕の勲章です。あ、両者が今ご覧のように称え合います。ちょうど日本では今、日本ではラグビーのワールドカップが行われていますが、戦うとノーサイド、まさにこの戦う2人はそのノーサイドの精神。